あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えてゆくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるんだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。さあ、ワンダランドへようこそ。